テープ音楽は電子音楽の一種で、その媒体をテープに記録し編集することによって作られた音楽。具体音楽の素材などが用いられるが、テープの前はフランスでレコードを切り張りして音楽の素材が組み合わされていった。フランスで勉強を終えた後のドイツのシュトックハウゼンは、その作業を録音テープで行うことにより、作業自体を単純化させていったその少年の歌が有名であり、 ドイツの電子音楽の編集方法の基礎となった。同じ頃、フランスではレコードが使われていて、当時のドナウエシンゲン音楽祭には、ドイツ側がテープを、フランス側がレコードを携えて参加したのはとても印象深い事実となった。今日では、ライブエレクトロニクスでない電子音楽を指すこともある。テープをコピーし切り張りをして、音楽を作るために、 コピーした分だけ音質が劣化するという難点があった。またその上演においては、舞台で演奏する奏者がなく、会場を音楽に集中させるために真っ暗にし、再生機のスイッチを入れるだけなので、自宅でレコードやテープを聴くのと変わらないので誰も聴きに来ないという問題もある。そのため、テープ音楽の上演には、音響の空間移動への配慮や何らかの視覚的演出を取り入れたり、 生の楽器と一緒にやるなどの工夫が必要となってくる。ありがとうございます。